いやーなんかね、本当いろんな人の出会いがあって楽しかったですよ。その今回の京都の研修って言ったら、まあ、充実しすぎたっていうぐらいの充実で、まあ、こういう旅ももう今年で最後になると思いますけれども、体力的に本当いろんな人には会ってくれて本当楽しかったです。また東京でもね、会ってくれる人がいるんですけど、なんちゅうかさ、本当わからんもんですね。しかし人が多いことで、本当いろんな人に出会えて、それが本当励ましてくれて嬉しいですよ。カラオケビッグエコーいかがでしょうか。なかなかファビアがさ、日本ではもう女の人がベロンベロンに酔っぱっとるから不思議やって言ってたけど、道端でね、ブラジルでもね、しかるべきところではベロベロに酔っ払ってるんですけど、なかなかないそうですよ。まあまあ、いかがでしょうか。楽しかったな、今回。なんかね、もうこの、よし、もうね、10年ぐらいずっと楽しいっていう感じがします。10年以上かな、ブラジル来る前から小松の方でも応援いただいて、正しいな、楽しいんだけど、まあまあこの昨日もね、岐阜の林文章という人の話でさ、重要な話をした気がする。不思議なのよ、彼とはもう本当、まあ前も会ってるけど、僕はブラジルで受けた、ブラジルだけじゃないけど、そういう人生で受けたその ありがたい経験を林君自身も語ってさ、それがまあお寺同士だから、まあ寺用語というか親鸞聖人のそのお話で、親鸞聖人の念仏の話をしたわけだけど、それが進行してんのよね。うん、そうか、お前もかみたいな、そういうことを思うかっていうね、だからあるんですよ。あんまりそのそれがシンクロするんでちょっとびっくりしましたけど、もしつかもしれんな、ありがたかったです、本当にね。だから今回ね、まあ本山時代の研修も素晴らしく良かった。ハワイのマルコスさんでしょ、で今度ハワイに行く三好さんでしょ、そして、北米の大沢さん、そして何だっけ、パーティーさん、シカゴ仏教館、めちゃくちゃすごい人ばっかりなんですよ。すごい人たちの何時かな、こう本当そうですわ。そういう人と出会えてね、しかも僕のひいじいちゃんの話も聞いて、まあ本当にこう死ぬ前にさ、死ぬ前にって最近なんかそういうことを書くから友達に嫌がられるんだけど、そんなこと書くなって言ってでもまあ50過ぎたらみんな考えるんじゃないかな、どうでしょう、もうそろそろ死ぬなって思うんだけど俺は。
でもそれは 2,3 年で死ぬっていうことじゃなくて、あ、死ぬんやなっていうことは感じません？老いを過ぎた人、これやっぱり10代、20代、30代、40代でも思わんかったことですけど、そろそろ死ぬなっていう感じです。その悲壮感はないわけですね。あ、死ぬんやな、やっぱり俺もっていう感じです。その中で、まあ、もう一つ思ってたのが、自分寺に生まれたけど、あんまり仏教のことわからんまま死ぬんやなと思ってました。だけど最近そう出会う、出会う人出会う人の中で、まるで仏教の教えに出てくるそういう、まあ、菩薩とかそういう人いるでしょ、いるんですけども、そういう人が現れるわけです。まあこういうのも僕はね、自分がもうそろそろまあ耄碌してきたとか地方症とかそういうのでもしょうがないから自己防衛でそういう気持ちになるんかなっていうものもないわけじゃないんだけど、どうも今回出会った久しぶりの大学時代の友達の話によると、彼もやっぱりね、彼は頭はっきりしてるんですよ。そういうものを掴んでるっていうか、そういうものに出会ってるんですね。だから今回大学時代の友達が3人会ってる、久しぶりに4人か、そしたらね、まあ、高岡君とはよく会ってたけどあれだけど、まあまあみんなね、そういうやっぱり同年代なんでしょうか、同じこの社会を味わってきて、念仏とか、信心とかいうものが分からなかったんだけど、何かそういうものに出会ってきてるよっていう話になるわけですよ。だからそれは単なるこう洗脳とか思い込みじゃなくて、やっぱり出会ってきて年取って、そして何か感じるものがあるっていう、僕の場合はブラジル来た、そして北陸行った、広島の寺に生まれた、京都に行った、そして北陸でお世話になった、そしてなんかブラジルに行ったという、そのことがね全部つながってくるわけですよ。なのでこれは本当に大きいことやなと思って、僕は感謝してるわけです。まあ、本当こうやって8年間京都にいたけど、またこういうところ歩いてさ、本山の前を歩いて話してますけど、今日も鬼市で話したね。そしたら鬼市の門法会館というところで、何でしたっけ、コールというのは響く流れる、コールっていうのは仏教用語ですね、響く流れる、流れるというのは伝わるということですね、そういうコールコーコーチューったら今で言うセミナーですよね。お講中って、テッドみたいなもんですよ。シェアしていくわけですね、素晴らしい話を。それをここに呼ばれて、それを呼んでくれた人が僕の大時代の高岡君の親戚だしね、自分は本当ブラジル行ったらこうあんまりうるさいこと言われずに静かに暮らせると思ったけど、結構くたい結構大変っていうの静かではないよ ね。むしろ今ブラジルが大事になってるから、この東本願寺の次期門主はブラジル人だから、そんなこと思わずに来てるんだけど、
そういう人に出会って、そしてアメリカハワイの人に今回会ってね、あの研修会でこの人がうちのひいじいさんのことを話してくれるわけですよ。自分の行動を超えた何かが出会ってくるもんだから、これはやっぱあの嬉しいことだなと思う。で、人生っていうのはやっぱりそういうことがあるんかなと思う。なんていうんですか、誰でもね。だからさ、高岡君にしても池田誠っちのもあったしで林文書、林健信だったけど、みんな別に世界出てるわけじゃない、地元におるわけや。だけどもそういう人たちと話してると何か監督してるものがこうあるわけですよ。だからやっぱり、そういうものだっていうのは、何も努力してこなかったけど、むしろサボってばっかりだったけれども、そういう中でなんか生きてて、たまたま生きてて会ってるんだけど、久しぶりに何か同じものをもらってるんだね。ただ単には生まれてきてこの世におるわけやけど、ただ生きてるだけでこうありがたいっていうのはこう感じますよね。ほんまにね。だけど俺は最近体力の限界でいろんなとこ行くのも本当無理になってきましたけど、まあまあそれは言うても、また会いたいなと思います。友達とかに本当すまんかったな、忙しい時に会いに来て林文章君なんかこの忙しい時期に岐阜から車で来てくれて、ちょっと数時間酒を組み交わして話したけど、すごいいい話ができたんです。それは僕びっくりしました。あれこれ通り過ぎたな、どうやら多分通り過ぎたよねというわけで今回はおしまいです。チャッチャッ。これ。